こんにちは、グラビアアイドルゆまこです。私のプロフィールから紹介させていただこうと思います。私は現在リップに所属して2年目になります。まだまだ新人のグラビアアイドルになっております。ですが、なんともう DVD を昨年リリースさせていただきまして、しっとりもちもちという、ちょっとなんだろう、フレッシュっていう映画はいろんなスタジオさんで撮らせていただいた、マニアックな方にも刺さるようなキャラの振り幅がすごいイメージ DVD をリリースさせていただいております。そんな私のかの3サイズをまず紹介させていただこうと思います。まずバスト、バストは88センチで、ウエストは59センチで、ヒップが自慢の97センチになっております。で、そんな私ゆのかの今回新連載企画が始まりました。さあ、何の新連載企画なのか、どんな内容なのかっていうのを今からちょっとお伝えさせていただこうと思います。まずですね、今回の企画は私グラビアアイドルがグラビアアイドルさんを撮るという企画になっております。じゃじゃん、この子が私の愛用している一眼レフニコンちゃんなのですが、もうどれぐらいだろう、3年ぐらい経ちますね、きっと。あんま撮ってないんですけど全然撮れてないんですけど、ちょっとまあいい機会なので、この子を使って私のユノカワールドの世界観を体験してもらうじゃないかという企画になりました。ユノカワールドってそもそも何なのかっていうことなんですけど、私を応援してくださってる方とか見たことある方はだいぶ痛いぐらい知ってると思うんですが、私もともと撮影会とかでも衣装からヘアメイクから何やら表情からすごい凝るタイプの人間でして、それを今回、まあ、私でじゃなくて他のモデルさん、いろんなグラビアアイドルさんを使ってユノカワールドを広めようっていう、とても楽しい企画になります。なので今回、なんとその登場していただくグラビアアイドルさんのヘアメイクやスタイリング、衣装スタイリングも私がセルフ私がプロデュースさせていただいております。なので本当に丸ごと私がこのグラビアアイドルさんのこういうイメージを撮りたいっていうのが全面に押し出された、すごくいい、ちょっとレアなものになってるんじゃないかなと思います。まあそんなわけで、そのグラビアアイドルさんを推してるファンの方とかは、多分今までそのグラビアアイドルさんがこんな一面があるんだっていうのを今回で分かる、知れるいい、すごく美味しい企画にもなるんじゃないかなと思っております。私も私ですごくそのスタイリングだったりとかヘアメイクもすごく好きで、本職がヘアメイクをなんとさせていただいているんですけど、もう6年ぐらいヘアメイクをしております。なので得意のヘアメイクを活かして、最近ハマってるカメラも活かして、衣装も好きなので、お洋服も好きなので衣装も活かしてっていう、本当に私のこんななんか遊びみたいな感じで企画お仕事をさせていただいていいんだろうかっていう感じですが、本当に楽しい企画になったと思うので、ぜひぜひ、ムービーもあります。めちゃくちゃ撮ったので、おしゃれに撮ったので、ぜひ見てください。はい、そんな感じで、では皆さん楽しみに見てください。じゃあね。誰が使いたい？はい。私、右のこの黒は着てみたいですね。了解です。はい。これでいいのかな？なんかおしゃれだし、コンセプト的にも合いそうなので、これで一旦はい、やります。はい。お願いします。はい。お願いします。色合わせとか使ってます？使ってないです。とちょっとまた水分が違くて、そうなんですね。特色アプリでパックしてちょっとだいぶ結構乾燥してる子でも良くない。
さにある。本当ですか。
あ、絶対いい。綺麗。こんにちは。今回ゆなかの連載企画1回目ということでモデルをしていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。では早速お名前をお伺いしてもいいでしょうか。はい、堀江里穂です。よろしくお願いします。お願いします。私と堀江さんは同じ事務所でして、はい、すごく素敵だなと思って、初めて初対面なんですけど、はい、撮らせていただきました。ありがとうございます。そんな、リホさんの3サイズをちょっと聞いてもいいでしょうか。はい、はい、89 63 63 88 です。おお、ボンキュッポンですね。ちょっと太ました。でも今回の衣装はちょっとグッド大人っぽくスタイリングさせていただきました。いつも堀江さんどんな衣装が多いんですかね。なんだろう、こういうハイレグというか、うん、繋がってる水着、本当初めて着たんです。おー、そうなんですね。撮影会でも着たことないし、はいはいはい、なんか紙面でも着たことないので、あら、初めてです。すごい、初めてに、ね、初めて、はい、ありがとうございます。新しい、なんか髪の毛もすごく今までない自分に仕上げていただいたので、はい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 、いやー嬉しい。新しい自分がまた見つかったかなと。よかったです。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。結構ガーリー系もよくされてますもんね、ね、写真とか。そうですよね。どうしても、なんだろう、顔が動画なので、可愛いの方に気持ちではあるんですけど、アイドルもされてますもんね、だって。そうです。そうですよね。はいはいはい、はい、はい、そうですよね。だから衣装も結構可愛い系が多いんですよね、はい、きっと、うん。そんな堀江さんファンにとってはすごく必見だなと思う。珍しい。そうですね、本当に珍しい新しい堀江さんを撮ったので、はい、絶対に見てください。お願いします。ではでは、またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。